ニューヨーク市クイーンズ区、ホレストパークの音楽堂、ホレストパークとアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市クイーンズ区で呼ばれているのは区内にある森林公園で218ヘクタールの都市公園である。ニューヨーク市では10番目に大きな公園であり、クイーンズ区では3番目に大きな公園になる。1895年8月9日に作成された。 この地域は当時はブルックリン区の一部であったため当初はブルックリンフォレストパークと呼ばれていたこの公園にはクイーン族で最大の連続した多くの森を含む67ヘクタールに木々が植わっていて樹齢1世紀半以上の木々もある公園はウィスコンシン表記によって残された丘の上にあり町の無秩序な広がりの中で在来植物や 野生生物にとっては天国である。公園には流暢の数が多いことに加えて渡り鳥が春と秋に通過する。地域住民や都会の日帰りハイキングに利用できるトレールがいくつかある。その他の施設には遊び場、カルーセル、ランニング用トラック、2カ所のドッグラン、池、テニスコート、バスケットボールコート、野球場、ゴルフコースなどがある。この公園は ニューヨーク市公園レクリエーション局によって運営及び維持されている。ありがとうございます。